こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。キズナあかりです。さて、皆様私が先月こんな動画を出したことを覚えておりますでしょうか。ああ。キースイッチ取り替えが可能な10キーレスキーボードの動画ですね。ですです。実はこの動画の中に入れようと思っていたけど、商品の到着が遅れ入れられていなかった要素があるんです。それが、本キーボード最大の売りであるスイッチ交換。あれ？動画内で、スイッチの取り外し手順などは触れなかったでしたっけ？はい、付属の茶軸から茶軸への付け替えをやったのですが、やはりそこは別の軸に取り替えたい。ということで、今回は改造編ということで、軸の交換。そしてもう一つ取り上げようと思っている内容が。このように、本キーボードはキーを底打ちすると、金属のキーンというか、カーンというか、高音が反響するんですよ。ああ、前回でも言ってましたね。これ、気にならないという人もいるのですが、私は普段動画編集時には静かな環境で使うこともあり、個人的には少しでも改善したいと考えてるんですよ。ということで、今回は以前レビューした EOS 3のキーボード。これの改造編ということで、軸の変更、雑音対策。この二つをテーマに、動画を作ろうと思いました。雑音対策については、結構いろいろなキーボードで、底打ちの音が気になるという声があるのでいいかもしれないですね。今回私が実施した対策は他のキーボードでも簡単に行うことができるものとなっておりますので、キーボードを少しでも静音化したいという方は、ぜひ一度お試しください。ということで、早速本編は雑音対策からスタートです。まず、今回キーボードの高音の原因となっているのは、おそらくキースイッチ内に入っているバネが出す高音。それが、キーボード本体内部の空洞で反響して、キーンというような耳障りな音を生んでいるのだと思います。なるほど。となると、音の発生を防ぐか、内部での反響を防ぐ。というのが現実的な対策ですかね。そう考えております。で、今回は私なりのコンセプトの一つに、この動画を見た人が誰でも簡単にできる対策にしたい。というのを勝手に思っておりますので、キースイッチをばらして、本体を分解してなど技術がいる作業以外で対策したいです。そうなるとかなりできることって絞られるんじゃないですか？私もそう思っていたのですが、すごくいいものを見つけました。それがこちらの、防音一番、おとなしい塔。え？何ですかこれ？こちらの商品、裏面がシールタイプになっている防音材でして、ドアの防音、車の防音、水回りの防音などに加え、こちらに、PC の振動によるビビリ音を対策できると書いてあるんです。あ、ほんとだ。ということは、振動による音が軽減できると？はい、そう考えたわけです。つまり、バネが高音を出すのはしょうがないので、内部での反響をこいつを利用してできるだけ抑えてやろうと。ということで、早速 Amazon にてポチってみました。お値段約2000円で5枚入りなのですが、1枚のサイズがかなり大きいので、今回1枚の3分の1程度で済みました。表面は黒をベースに、なんか模様みたいなのが入ってます。まあ、裏面に貼る予定なので見た目はあまり気にしないかな。で、自分で切って好きなサイズにできるとのことなのですが、なんと横幅がちょうどこのキーボードにぴったりサイズ。おお、いいですね。ちなみに加工に関してもハサミやカッターで簡単に切断ができるので、加工難易度が高くないのも魅力です。ということでなんとなくの感覚でちょきちょきっと切って。とりあえず施工完了、マジでテストのつもりでやったので切断面とかがめっちゃ適当になってます。波打つような切断面。これである程度解消できたらしっかりとカットして貼ろうかと。ちなみに作業をしていて気がついた注意点ですが、シートの厚みがかなりあるので、あまりゴム足の近くに貼ってしまうと若干浮くような形になります。あと、メンブレンのような平たいキーボードにはもしかすると貼り付けが難しいかもしれないです。本当はこのスペースにも貼ろうと思ったんですが、ゴム足の高さを超えちゃうから断念。厚みにだけ注意ですね。では施工後の音を聞いてみましょう。
これ動画越しにお分かりいただけるかどうか難しいですが、めっちゃ改善できました。個人的に生音で聞いている感想としては、今までは押した瞬間から少しの間、キーンという余韻があり、連続タイプしているとそのキーンがずっと鳴っている状態だったのが、押した瞬間のカンという音はあれど、その後の余韻がなくなり、耳鳴りのようなやかましさがなくなった印象です。それは、かなりいい感じっぽいですね。そしてもう一点、これはメリットと感じる人とデメリットと感じる人の双方がいるかとは思うのですが、今回の音なシートの貼り付けによって、全体の重量が約 40g ほど向上しました。結構重さがあるシートですな。一見すると、重さが増えるのって困ると思うんですが、何かメリットがあるんですか？はい、なんといっても滑りにくさが増します。これ打鍵が強い私のような人には結構重要でして、打鍵時にキーボードがちょっとずつずれていくんですが、重量があるとそれがほぼずれずに使えます。私のメインキーボードであるリアルフォース10キー付きでは、重量は 1.5kg 以上あったりしますよ。なるほど。じゃあ、キーボードの重量確保と静音化が同時にできたわけですね。個人的にはかなり大正解かなと思っておりまする。では、次はこのキーボードの軸の付け替えについて。今回は付け替えの候補として2つの軸を購入しました。まず1つ目が E 要素3公式に売っている青軸です。公式で付け替え用の軸を出してるんですね。まあ公式の軸ならまず付け替えは可能だろうと。で、もう1つ購入した軸が、こちらの E 要素3ではないメーカーが出している黒軸です。これは試験的に別メーカーさんから買っていまして、E 要素3ではない軸もきちんと付け替えが可能なのか、そしてキーキャップはきちんとはまるのかどうかを試したくて買いました。これが取り付けられなかったら、実質公式の軸しか選択肢がなくなりますね。まあテーブの金具とか大きさとかは大体統一規格なので、この2種が付けば何でも付くのではないかという感じです。では早速付け替え作業をしていきましょう。まずは付属のオレンジの器具でキーキャップを取り外します。キーキャップの間に挟んで上に引き抜くと抜けます。慣れるまでちょっとコツがいりますな。プチプチ抜けて楽しそうですね。結構この作業好き。次は付属の金属製のパーツで同じように軸を抜きます。軸の方が引き抜く力がいりますぞ。私がこの作業をしていて分かったコツが、器具を強めにつまんで上方向に引き抜くと抜けやすいです。何度見ても不思議なのが、ハンダ付けなしでしっかりと端子がくっつくのがすごいですよね。個人的にはこれめっちゃすごい技術だと思うんだけど、どうだろう。どのキーも接触不良とかないのすごいよね。ということで、E 要素3公式の茶軸が外れたので、最初は E 要素3公式の青軸に付け替えをしてみましょう。青軸は打鍵時に独特のクリック感があるのが好きです。音がもう少し小さかったら日常的に使いたい。で、軸をつける際には、軸から生えている足と、基板上の穴の位置を合わせる向きでぐっと差し込みます。ある程度押し込んでカチッという音が鳴ったら OK。注意点があるとするならば、梱包の都合上いくつかの軸の足が若干傾いていたので、軸の足を垂直に直してから差し込むことですかね。では装着が完了したので実際にテストをしてみましょう。はい、やはり青軸らしくと言いますか、カチャカチャとしたいかにもメカニカルな感触になりましたね。ちなみに動作に問題とかはなかったですか？そうですね、タイピングソフトやメモ帳で試して、特にキーの抜けなどはありませんでしたぞ。軸が違うことによるタイプ時の違和感くらいでしょうか。では同様の手順で今度は E 要素3の青軸から、別メーカーさんの黒軸に付け替えを行っていきます。黒軸ってあんまり聞かないですが、どんな軸なんですか？あくまでチェリーさんの黒軸をベースで考えるとですが、他に比べ重量が必要なスイッチになっております。押し込み重量で見ると、赤軸が 45g、茶軸が 55g に対し、
黒軸は 60g と、押し込む際に力がいるスイッチですな。ちなみに青軸は 60g となっていたので、クリック感のない青軸だと思っていただいていいのかもですね。なるほど。重めのスイッチということなんですね。ちなみに心配していたキーキャップの取り付けは無事できました。やはりこの辺は統一規格ということなんでしょうね。では早速音を聞いてみましょう。はい、個人的な黒軸の感想ですが、確かに重さがあり、押した時にはスコスコという擦れるような音がします。どのメーカーさんの黒軸もこんな感じなんでしょうか。どうでしょう、あまり黒軸を売ったことがないのでわからないですが、このスコスコ感は結構好き。割と病みつきになる押し心地です。で、こちらも LED が反応していることからもわかりますが、特に問題なくキーの認識をしてくれております。別メーカーさんのスイッチでもちゃんと動くことがわかりましたね。はい、となるとますますこの E 要素さんのキーボード、お買い得じゃないですかね。ゲームによってこの辺まちまちかとは思うのですが、赤枠のキーとかは FPS でもかなり利用する部分だと思うのですが、例えば、何軸のキーボードを買おうか悩んだ際に、このキーボードと付け替え用の軸を数種類買って、最も自分の好みの軸を見つける、なんていう風にも使えるんじゃないかと考えております。もしくは、単純に、このキーボードを買って、チェリーさんとかの軸に付け替えちゃうとかですね。一手間かかりますが超自分好みのカスタムができますね。そういった意味でこのキーボードはすごくお買い得かと。ということで、今回の動画はキーボードの防音対策と、別メーカー含めた軸の付け替えを検証しました。個人的にはおとなしいとはマジですごいと思いましたね。なんといっても作業が貼り付けるだけで済むのがすごい。これだけ効果があるなら、PC ケースの見えないところに貼り付けて、微振動の対策とかもできますね。本来発売メーカーさん的にはそっちがメインの用途っぽいからね。PC 関係で振動や音に悩んでいる方、ぜひお試しください。ちなみに今回紹介した音なしと、キーボード、軸はすべて概要欄にてリンクを掲載しております。アソシエイトリンクとなっておりますので、嫌な方は商品名などで検索してくださると出てくるかと。では今回の動画はこの辺で、あかりちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録もお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは。